ミラ、魔法のペットのモーフルは何にでも変身できるんだ。ねえ鏡さん、鏡の世界ってどんな風になってるの？鏡の世界を見せてあげよう、ミイラ。鏡の世界好き。オーフル。オーフル？ダメだよモーフル、私の中に戻して。あれはオーフルだ。鏡の世界では何もかもがこの世界の正反対になってる。モーフルはとってもいい子だから、鏡の中のオーフルはその反対でとっても悪いことばかりするんだ。そうなんだ。じゃあオーフルは外に出せないね。街をめちゃくちゃにされちゃう。行こうモーフル、クローマと一緒にお部屋で遊ぼう。よう、モーフル、元気かい？おお、おまわりさんだ。おお、何するんだ。ねえ、モーフル、このまま置いていく気か？誰かがモーフルを呼んでる声がしたね。戻ってきたなモーフル、早く下ろしてくれ。ありがとう。でもこんないたずらはいかんぞ。いたずら？モーフルが私を屋根に乗せたんじゃないか。でもモーフルはずっと私たちと一緒にいたんだよ。いいや、私を屋根に乗せ、それを見て大笑いしたんだ。こんな風に、はっ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 は。それってオーフルにそっくりだよ。ねえ鏡さん、鏡の世界を見せてくれる？大変、オーフルがいないよ。まずいな。早くオーフルを探そう。わしの車が。何やってるのモーフル。何か作ってるとか。ちょっとどういうつもりなの。これ笑えないよモーフル。やっと来たな。こんな冗談はもううんざりだ。全部元に戻してくれモーフル。でもモーフルやってないよ。オーフルは近くにいるはず。レーシングカーになって。わしの車は。モーフル、早く下ろしてよ。でもあれがモーフルなら、あれ誰？オーフル。どっちが勝つ？本物のモーフルはどっち？これ以上オーフルがモーフルのふりをして悪さできないようにしなきゃ。クローマ、オーフルは緑にして。オーフル緑？ちょっと待ってモーフル、先にトロイとエイプリルを下ろして。もうオーフルには会わないで済むといいけどね。モーフル、ボールに変身して。
私も変身できたらいいのにな。いいこと思いついた。うん、キラキラパグの魔法で魔法のペットにしてもらおう。私たちをモーフルにして。よし、競争しよう。一番高くジャンプできた人が勝ち。モーフルにして。おお、なんだ、わあ、すごい。ヘリコプターに変身。あれってサンダーブースター？あー、あれはまずいよ。追いかけよう。着地して、エイプリル。これ、うわっ、難しい。今助けるよ、メアリーさん。もう大丈夫。わあ、急いでモーフル。よし、飛行機に変身してくれる？ああ、うん、よし、今度はロボットになろう。モーフル、私も変身しちゃダメだった。キラキラパグ、元に戻してくれる？そんな、すっごく楽しかったのに。楽しかった。でもモーフルになるのって大変。私に戻れてよかった。そう、モーフルは一人だけだし、エイプリルも一人だけ。二人とも大好きだよ。
助けて。おいた、オーフル、ダメ。あ、楽しくない。モーフル、お話を読んであげようか。男の子が古い家に行くと、ドアが一人でに開き、どこからか怖い声が。モーフル、お話し合いだ。おや、今日はご機嫌斜めだね。モーフル、海に行こうよ。いつもご機嫌になるでしょ。どいて。の？モーフル、危ないよ。ごめんね。モーフル、砂のお城を作ろうよ。あれ？どこに行っちゃうの？モーフル。あ、できた。ああ、違うところに行こうか。見て、ゾウさんたち楽しそうだね。ちょっとモーフル、意地悪しちゃダメだよ。ポップコーンはいかが？おいしいポップコーンだよ。
わお、すっごくお腹がペコペコだったんだね。ああ、モーフル、朝ごはんは食べた？ずっと不機嫌だったんだね。何にも食べてなかったからだよ。さあモーフル、お食べ。お腹いっぱいになった？食べたら機嫌は治ったかな。倒してもらおう。どうしよう。まあ、ははは。諦めろ、アクションマン。だ。ああ、ずるいよ。これはいただくぞ、真っ赤なおちびくん。もしわしを捕まえたいなら、まずはわしの改造、クルマ星人を倒してもらおう。わ、大変。大丈夫、捕まえよ、モーフル。アニミ、あの車を元に戻してくれる？ダメみたい。もっといい方法を考えなくちゃ。そうだ、モーフル、スーパーヒーローになって。逃げるぞ。そんなにこの人形が欲しいなら、さあ受け取れ。大変、アクションマン。ダメ、待って、モーフル、デビル博士を捕まえなくちゃ。参上。二人を離せ、さもないと大変なことになるぞ。アクションマンめ、いつもわしの邪魔をしおって。今日こそは勝ってやる。行くぞ。おい、どこへ行くんだ。おい、こんなのずるいぞ。アニミ、今だよ。これで全部元通りだね。よかった。
あミラ、モーフル、わしの家がなくなったんだ。二人は何か知らないかい？忘れてた。全部じゃなかったね。オーガスティンおばさんが力持ちにお手伝いしてほしいって。ああ、ケーキの材料を運んでほしいんだって。ケーキ。必要なもののリストよ、モーフル。あら、あなたオーフルね。モーフルの代わりに来てくれたの。とっても重いわよ。だから。オーガスティンおばさん、ケーキの材料リストは取りに来たよ。もうオーフルに渡したわ。おっと、オーフルがリストを持って行っちゃったんだ。何するつもりなのかな。追いかけよう。まず卵。に来てくれたね。おはよう、フェリペ。どうしたの？僕がいない間に牧場が荒らされちゃったんだ。さすがモーフル、名探偵だね。オーフルが牧場を荒らして、オーガスティンおばさんのケーキの材料を取ってったんだ。片付け手伝うよ。モーフル、クレーン車になって鶏小屋を起こして。モーフル、牧羊犬になって。モーフル、路面清掃車になって。小麦粉を掃除してくれる？すごいよ。ありがとう、二人とも最高だよ。あとは何がいるの？小麦粉。でも全部掃除しちゃった。全部じゃないよ。納屋に二袋あるんだ。でもすっごく重いよ。モーフル、ロボットに変身してみて。モーフルが二人。それで材料は持ってきてくれた？市長さんがケーキを待ってるのよ。今すぐ焼き始めないと。ケーキの材料がめちゃくちゃじゃないの。オーフルは悪くないよ、オーガスティンおばさん。手伝おうとしただけなの。そうかもしれないけど、市長さんのケーキはどうすればいいの？まあ、たくさんありがとう。ケーキが2個作れるわね。ケーキ。パパ、恐竜は何を食べるの？よく知らないんだ。アイスクリーム。そうかもね。ブラザータイムの魔法で恐竜の時代にタイムトラベルすればわかるよ。いいけど、絶対にこの時代には何も連れてこないようにね。わかった。トリケラトプスの赤ちゃんとステゴサウルスの
食べ物が分かったよ。木だ、苔、松ぼっくりだね。けしからん。ああ、おいで、恐竜の赤ちゃん。を連れてきちゃってごめんね。止めるのが間に合わなかったの。いいんだよ、赤ちゃんも冒険したかったんだ。誰かさんたちみたいにね。おかげでステゴサウルスの好きな食べ物が分かったよ。バツボクリ。好きな食べ物といえばお腹空いてる人。はいはい。じゃあ晩ご飯にしよう。バナナの匂いがする蝶々みたいなお花で、このジャングル島に生えてるんだ。今日そのお花が咲くんだよね。イエーイ。はあ、きっとすぐに見つかると思うよ。そうしたらいい写真を撮るんだ。ミラ、パパの新しいカメラを出してくれる？アニミ。アニミが魔法で物に命を吹き込んでなくてよかったよ。ヤッホー、隠れてついてきたんだね。あリャ、どうしよう、全部に命を吹き込んじゃった。大変だ、僕のカメラが逃げた。アクションマンもモーフル寂しい。す
水筒もどこかに行っちゃった。捕まえに行こう。見て、パパのカメラがアクションマンの写真を撮ってる。アクションマン。でもどこだろう。垂れ下がった木と川がある。それからワニもいるね。沼にいるんだ。はっ、いた、アクションマンだ。モーフル、スピードボートになって助けに行こう。アクションマンがワニに食べられちゃう。モーフル怖い。ワニさん噛む。噛まれないようにモーフルもワニになればいいよ。大丈夫だよ。すぐに水筒を見つけるからね。見て、別の写真だ。猿が私たちの水筒を持ってる。ヤシの木の上にいるね。ヤシの木は砂地に生えるんだ。砂があるところ？きっとここは浜辺だよ。バナナの匂いがする。近くにバナナの匂いの蝶々フラワーがあるのかも。猿が食べてるバナナの匂いだよ、パパ。それに水筒も持ってる。モーフル、猿に変身して。変身できない。モーフル喉カラカラだから。パパに任せてくれ。届かない。ミラ、押して。アニミ、水筒を元に戻してきて。見て、別の写真だ。これ、蝶々フラワーだよ。海の近くだね。パパのカメラはここにあるはずだよ。バナナの匂いがするね。アニミ、カメラを元に戻して。もうアニミ。モーフル、今日は何してるんだい？モーフルのお気に入りのおもちゃで遊んでるの。アクションマンだよ。だったら、アクションマンはすごいヒーローなの。困ってる人をいつでも助けるんだよ。それから悪者をやっつけるの。例えばこの悪いデビル博士。すごいな。アクションマンを人間にしよう。本当に街の人を助けてくれるぞ。ああ、地面に置いてくれ、モーフル。私は正義のアクションマン。デビル博士、私の敵だ。その機械を渡せ。おう、いいよ。楽勝だな。
町を救いに行くぞ。アクションマン、モーフル、あの機械を取り戻さなきゃ。急いで、モーフルもスーパーヒーローになって。私の出番のようだ。大丈夫ですよ、私に任せて。道を開けろ。受け止めて、モーフル。あの人に道を渡らせろ。ありがとう、モーフル。邪魔だ。うん、ああ助けて。私が返しておこう。これは間違いなく私の出番だ。え、なんだ。取り返したぞ、市民たちよ。いや、そいつらは悪者だ。嘘つきは泥棒の始まりだぜ。どうしてデビル博士を持ってるんだ。こいつの仲間なのか。そうじゃないの。デビル博士はこっちだよ。デビル博士はおもちゃなんだよ。アクションマン、あなたもさっきまでおもちゃだったの。これはおもちゃになっちゃった博士、人間に戻さなくちゃ。そんな、教えてくれてありがとう、小さなお嬢ちゃん。ほら、どうなってるんだ。どうすればデビル博士と戦える。私がおもちゃに戻ればいいんだ。誰もわしを止められないぞ。何してるんだ。早く連行してくれよ。ほらほら、ちょっとだけ待ってろ。やあやあ。見て見て。Ha ha ha!
博士が作ったこのタイムマシンで恐竜をいっぱい連れてくるぞ。悪者兄弟を止めなくちゃ。モーフル、恐竜のスーパーヒーローになって。さあ、ここでなら好きなだけ暴れていいよ。何するんだよ、町を壊させるつもりだったのに。ミラ、モーフル、恐竜たちを集めてくれ。わしがタイムマシンで元いた時代に返す。モーフル、急いでトリケラトプスを持ち上げて。恐竜がまだ一匹残ってるぜ。大変、モーフルが。急いでラボに行こう。モーフルを探すんだ。まずいぞ。待ってろ、モーフル。これでよし。どこ？ガオー！うわあ！すっごく大きなモンスターがいた！あれオーフルだよ。ドラゴンになってオーフルを脅かして。ガオー！うん、オーフル遊びたかった。じゃあ一緒に遊ぼう。それじゃあモーフル、空を飛ぼう。Hehehe
ずらしてごめんなさい。それじゃあ魚臭いトロイとお家に帰ろう。こんなに楽しいハロウィンお泊まり会初めて。こんなに魚臭いハロウィンお泊まり会もね。モーフル、おはよう。これが過去に連れて行ってくれる魔法のペット？うん、そうだよ。本当に賢い子だね。ブラザータイムのこと？あの子だよ。この子はテレフォックス。俺たちだよ。情報ありがとう。どうしよう、悪者だ。僕らを恐竜の時代に送って、ブラザータイム。これで恐竜の卵を盗めるぞ。恐竜をペットにして、町をめっちゃくちゃにしてやろう。大変！恐竜を盗む前に、ウィンストンとヨルンを連れ戻さなきゃ。これは僕のだ。二人が危ない。急いでモーフル、ロボットになって二人を助けて。いやー、やめて。すごく綺麗だね、ミラ、モーフル。ありがとう、パパ。おばさんたちも来られたらよかったのにね。ああ、家族みんなでクリスマスのごちそうを食べたかったんだけど、スポーキーも楽しみにしてたしね。モーフル、芽キャベツ好き。うん、美味しそう。しまった、
芽キャベツを忘れてた。大丈夫、私たちが買ってくるよ。モーフル、レーシングカーになって。このタイヤだと雪を走れないんだ。モーフル、ソリになって。ウィーフー見て、エイプリルが困ってる。こんにちは。ミラ、モーフル、ガレージに連れて行ってくれない？いいよ、モーフル、レッカー車に変身して。ごめんね、今日はもう閉店なんだ。その車は明日直すよ。ありがとう、ジョン。でもどうやって家に帰ろう？私たちが送るよ。助かるよ。パパ、お腹すいた。うちでクリスマスのごちそうを食べない？モーフル、大きなソリになって。ハッピーじゃありません。冬は誰もアイス食べないし、イタリアからママが来る予定だったけど雪で来られないんです。それじゃあうちで一緒にお祝いしない？わーい、いいんですか？ありがとう。みんなにアイス持っていきます。アイスクリーム。でもミラ、みんなの分の料理が足りないよ。任せて。待って、あのテーブルじゃみんな座りきれないよ。それならいい考えがあるよ。モーフル、除雪車に変身して。じゃじゃん、最高のクリスマスのごちそうを作ったでしょうわ。全員優勝だ。お医者さんに見てもらわなくちゃ。モーフル、救急車に変身して。さあ行こう、モーフル。どうしよう、道がすごく混んでる。モーフル、上を通ろう。イエーイ。これなら早いね、モーフル。でももっといいことを思いついたよ。モーフル、空飛ぶ救急車に変身して。
トロイを病院に連れてきてくれてありがとう。ミラ、モーフル。大きくなったら私もお医者さんになりたいんだ。いろんな人の病気や怪我を治すの、先生みたいに。それは素敵だね、ミラ。秘密を教えてあげよう。私が治すのは人だけじゃないんだ。私はこの町や町の近くのみんなのお医者さんなんだ。不思議な生き物たちも含めてね。よかったらこの素晴らしい救急車を使わせてくれないかい。これから不思議な患者さんを見に行くんだ。うん、もちろん。最初に行くのはスターフィッシュ島だ。次の患者さんはマウンテンジャイアントだ。見て、いたよ。もう一回だ、モーフル。そこに行くにはどうすればいいんだろう。いい考えがあるよ、モーフル。救急車にジェットエンジンをつけて。どうもありがとう。モーフルはすごいね。大変。どうやら患者さんからモーフルに風邪がうつってしまったみたいだ。モーフル大丈夫？先生お願い、モーフルを治して。モーフルに薬をあげよう。でもあとは君に任せるよ、ミラ。今モーフルに一番必要なのは愛情とお世話だからね。一緒に作った体にいいスープだよ、モーフル。昔々あるところに小さな赤い救急車がいました。その救急車は風邪をひいてとても具合が悪くなってしまいました。でも救急車には友達が…ミラ、モーフル、二人に電話だよ。電話？誰かな？私です。アイス屋さんだ。私、すっごく美味しい新作フレーバーのアイスクリームを見つけました。でも、気づいたら地球の反対側でガソリンもほとんど残ってないんです。大変。大丈夫、心配しないで、私たちが行くよ。ウォーフルだよ。ウォーフルが先にアイス屋さんのところに着いたらアイスを全部食べられちゃうよ。ダメ。今モーフルが2人いた。
なんてこったパトカーが。ああ、パトカーがなきゃ悪者を捕まえられないぞ。フリーズさんが困ってるよ。パトカーを木から下ろすのを手伝おう、モーフル。ああ、ありがとう、ミラ。も、あれ？オーフルは海で一番速い乗り物を知らないみたいだね。でも私は知ってる。モーフル、スピードボードになって。バイバイ。モーフル、オーノー、オーフルです。オーフル、オーフルが先に着いたみたいだね。オー、あなたを私のアイスクリーム全部食べた。オーノー。間に合わなかったね、モーフル。大丈夫、アイスを全部食べられてしまったふりをしたんです。うまく騙せました。本当はまだまだたくさんあります。モフ、ミラ、それにお猿さん、私の分まだね。どうもありがとう、アイス屋さん。ミラ、ハグ、喋るおもちゃだ。パパ、クマになってる。え、ハグ。パパ、この子は魔法のペットなの？ああ、魔法のペットのカビーだ。この子がハグするとクマのぬいぐるみになって、もう一度ハグすると戻る。ねえ、あれ欲しい。夜おじさんが取ってあげるよ。あった、クマのぬいぐるみが欲しいの。歩いて喋るのがいい、ああいうの。面白いね。しばらくクマのままでいようよ。そうだね、耳もふわふわだ。おい、モーフル、あっちを見ろ、モーフル。
困ってる人がいるぞ。あ、カビーはどこ？どうしよう、カビーがいないと元に戻れない。ミラ、ごめん。大丈夫、見つかるよ。あ、いた！カビー、悪者をハグして逃げ出して。ハグ。やったね、ミラ、モーフル。それじゃハグして。ハグハグハグ。おい、ここから下ろしてよ。僕も元に戻して。ハグする？しない。こんにちは、アイスクリーム屋さん。アイスクリーム2つください。ありがとう、ミラ。何味がいいですか？一番おいしいのは何味？一番おいしいの？悲しいけど一番はないんです。実は一番おいしいのは私のおじいさんが作った味です。おじいさんは世界中を旅して回ってとても特別な材料を見つけました。すごく甘いお花です。そのお花で作ったアイスクリームこそ他のどれとも違う最高のアイスクリーム。わあ、私たちが見つけてきてあげるよ。そのお花どこにあるの？それが難しいところです。そのお花毎年違う場所に咲きます。けどおじいさんが残したメモがあります。探すのに役立つかも。遠くまで旅をすることになりそうだね、モーフル。それじゃヘリコプターになって。このメモにはジャングルって書いてあるよ、モーフル。行ってみよっか。それじゃあお花の匂いを探してみよう、モーフル。花のいい犬になって。
うすぐ出来上がります。わーい、アイスクリーム。さあどうぞ、最高のアイスクリーム。わあ、すっごく美味しいよ。もっと、すみませんモーフル、もうお花は全部使ってしまいました。でもスプーン舐めてもいいですよ。パパパパ、科学大会に出すお手伝いロボットが完成したよ。お手伝いを任せて。よくできたねミラ、モーフル。ああ、パパの古いメガネをうまく使ったね。ああ、いたのかテッキー。魔法のペット。うん、テッキーは電気製品なら何でも操れるんだ。改造するのも得意だよ。おお、ちょちょちょ、おお。やあミラー、モーフル、科学大会に行ける？ああ、エンゾ。うん。お手伝いロボを作ったよ、見て。僕も作ったよ、スーパーヒーローのロボット、名前はトーフル。ああ、エンゾのロボットの方がすごいよ。科学大会で優勝するのはエンゾだね。そうだテッキー、改造してくれる？すっごくみんなの役に立つように。こら！お手伝いロボがすごく役に立ってる。バーキー、一体どうしてくれるんだ？モーフル、スーパーヒーローになって。散歩に行こうとしてただけだぞ。どういたしまして。道を渡ろうとしてただけなのに。どういたしまして。ごめんなさいおばさん、お手伝いロボは役に立ちたかっただけなの。どういたしまして。私、魔法のペットのテッキーにお手伝いロボを改造してもらったんだ。ツルだよね、自分で改造する、手伝ってくれる？いいよ。科学大会の優勝者を発表します。トロフィーを手にするのはエンゾー。変身できるスーパーヒーローロボットを発明しました。ありがとう。どういたしまして。モーフル、大きな恐竜になって。わあモーフル、本当に大きな声だね。
イスクリーム屋さん、モーフルのためにいつもの音楽を流してくれる？もちろん。アイスクリーム、はい、召し上がれ。それじゃあモーフルを眠らせた魔法のペットを探しに行かなきゃね。ちょっとの間そのカセットプレーヤーを貸してくれる？アイス屋さん、いいですとも。ありがとう。見てモーフル、町の人たちが寝ちゃってる。さっきの魔法のペットの仕業だよ。あれはすっごく危ないね。早くあのドリルを止めなくちゃ、モーフル。これでよし、次に行こう。準備はいいかい？おいおい、マックス、急にどうした？誰か助けてくれ！大変！モーフル、モーフルもゾウさんになって。ゾウさんの顔に水をかけてあげるの。ふう、ありがとうミラ、モーフル。また探しに行くよ。モーフル、今度は飛行機に変身して。静かに寝られるところを探しているみたい。ダメだよモーフル、起きて。あ、こうすればいいんだ。アイスクリーム、モーフル、空飛ぶベッドになって。すれば魔法のペットが来てくれるよ。ゆっくり寝られるところが欲しいんだもん。あそこにいるよモーフル。大丈夫だよモーフル、すぐコツがつかめる。この子にはかなわないけどね。ボバだよ、新しい魔法のペットだ。シャボン玉を吹くのが大好きで、夢中になるとついつい弾けちゃうんだ。うわぁ、ほらね、楽しそうだね。うわぁ、イエーイ。あー、ボバちょっと高すぎるよ。出られないよモーフル、何か大きなものに変身して。ああ、ダンコか。
これは一体。なあ、誰か助けて。助けろ。わあ。なあ。ああ。あちこちで魔法のシャボン玉を吹いちゃダメなんだ。町中大変なことになってる。まったくけしからん。パパ、モーフル、シャボン玉を割ってくれるかい。ふう、ありがとうモーフル。ミラ見た？多分、あっちだと思う。大変。ああ、どうしよう。ミラ、助けに来てくれたんだね。ありがとう。パトカーが心配で上の空だったよ。シャボン玉だけにね。君は弾けすぎるって言ったけど、シャボン玉はもっと弾けて割れやすいのにしておくれ。あ、ありがとうモーフル。君はいつでもみんなを助けてくれるね。いい子だから降りてきてちょうだい。ああ、モーフル、助けてくれる？あの子が降りられなくなっちゃったの。早く抱きしめてあげたいわ。私たちを一緒にしてくれる？一緒にってこういう意味じゃないわよ。お前らにパトカーを盗まれたせいで連行するのも大変だ。気にしないよな。ああ、モーフル、君がいてよかった。署まで連行するのを手伝ってくれるかい。うん、オッケー。え、モーフル、待ってくれ。警察じゃ。牢屋に入らないで済んだな、死体。逃げようぜ。おう、やあモーフル、木箱を持ち上げてくれる？すっごく重いんだよ。え、そうじゃないよ。屋根まで上げなくていいから。戻ってきたのね、モーフル。どうしたの？あなたのお友達が私を木の上に置いて逃げたのよ。そんなのありえない。モーフルはやってない。この目で見たんだから。
モーフル、悪者兄弟はどこだ？私たちは見てないよ。何言ってるんだ。モーフルが署に連れて行っただろう。私たちが捕まえてくる。モーフル、巨大ロボットになって。いたずらはもう十分だよ、モーフル。あの木箱を地面に下ろしてくれ。モーフルはずっと私と一緒にいたよ。本当？でもモーフルに見えたよ。モーフルみたいに赤くて、足とか緑のところもあったけどね。緑の足？わかった、オーフルだよ。オーフルを止めなくちゃ、モーフル。いやあ、モーフル、ここの片付けを手伝ってくれる？見て、モーフル、オーフルは体を赤く塗ってるんだよ。そんな、洗い流しちゃおう、モーフル。さあ、消防車になって。ああ、危ないよ、モーフル。それはモーフルじゃないよ。オーフルか。騙せなくなったね、オーフル。ありがとう、本物のモーフル。オーフル、また来る。いやあ、かわいいおちびくん。この子が将来大きくて怖いライオンになるなんてね。パウラ博士から盗んだこの光線銃があれば、どんな動物も巨大化できるんだ。今日は動物園でいっぱい遊ぼうね、モーフル。ミラ、モーフル、悪者兄弟が動物を大きくしたんだ。大変、元の大きさに戻さなくちゃ。モーフル、スーパーヒーローに変身して。気持ちいいなあ、バーキー。なんだ、おい、嘘だろ。その光線銃を渡しなさい。誰が渡すもんか。ヨルン、撃ってやれ。おっと、こりゃかなわねえや。覚えてろよ。やったね。じゃあ動物を元に戻しに行こう。ペンギンさんだよ。まず一匹。あれ？おやおや、ずいぶん小さくなったね。でもすっごくかわいいよ。おお。わあ。
っこいい恐竜見るの楽しみだね。本物みたいに動いたり吠えたりするのかと思ってた。だったらいいのにね。ガー、アニミ、命を吹き込んで。それって最高。わあ、かっこいい。すごいね。あげげ。来られて嬉しいけど、これだけ恐竜を見たらもう十分だよ。ああ、リンゴの中にワニがいる。助けて。わあ、サメだ。君がこのトロフィーを、さあバーキー、この美しい庭に水をまこう。ん？ちょっと待て、これはホースじゃないぞ。こいつはヘビだ。今の俺たちは怖い動物泥棒だ。怖い動物たちを盗んで街中に放してやる。スタイン、思うんだけど、トラを放せ。わあ、助けて。大変、助けに行かなきゃ。モーフル、モーフル、モーフルできない。あ、トラ怖い。私だってトラは
ごく危険だもんね。でもモーフルは怖がらなくていいんだよ。何か大きなものに変身すれば虎の方がモーフルのことを怖がるはずだよ。虎が怖がるものといえばやっぱりあれだね。見て、大きなティラノサウルス。モーフルまだ怖いだよね。でもやらなくちゃダメ。何回も立ち向かっていけばだんだん怖くなくなるの。やったー。それじゃあ他の動物たちも町から追い払いに行こう。動物たちを放したからみんな家の外に出られなくなったぜ。今こそ真の計画を実行する時だ。本当の目的はフルーツドラゴン。一日一個のリンゴで医者いらずって言うからな。町中のリンゴを食べ尽くせばもうお医者さんに行かなくて済むぞ。お医者さんは本当に怖いよ。あの二人を止めなくちゃ。モーフル、とっても大きなワニになって。うわー、巨大ワニだ。二人とも、リンゴを盗む必要なんかないよ。前は私もお医者さんが怖かったけど我慢して行ったの。今はもうお医者さんのこと全然怖くないよ。何回も立ち向かっていけばだんだん怖くなくなるの。本当に？やあ、いらっしゃい。中に入って。全然怖くなかったね、スタイ。皆さんこんにちは。今日は恐竜の記念日です。そこでラシード博士の協力のもと特別な大会を開きます。名付けてスペシャル恐竜レース。わー、すごいね。私たちも出ようよ。モーフル、ティラノサウルスになって。お待ちください。もう一組選手が加わりました。優勝者に贈られるのはこの美しいトロフィーです。用意はいいですか？ 3、2、1、スタート。俺たちも出ようぜ、ヨルン。
さあ、優勝してやろうぜ。皆さんご覧ください、今1位がゴール。恐竜まで盗むとはな、まったくけしからん。優勝おめでとうございます。でもズルしないで頑張った人が勝てた。わあ、これパパとオーガスティンおばさん。そうだよミラ、冬は毎年スケートに行ってたんだ。モーフルスケート好き。すっごく楽しそう。庭にスケートリンクを作って、私たちもスケートしよう。スケート失敗。小さな氷じゃスケートはできないよ。リンクを作るにはたくさんの水を凍らせなきゃ。スケート、魔法のペットに水を凍らせてもらおう。ぴったりな子がいるの。アトモ。わあ。モーフル、ゾウさんに変身して海に行って凍らせる水を汲んでこよう。最高。水でいっぱいにして。おい、このスーツは水洗い不可なんだぞ。ごめんなさいバンダーブースさん。ありゃ。モーフル、バンダーブースさんの庭の水を全部吸い込んで。モーフル、スケートリンク作る。大変。モーフル、ロボットになってアトモを助けて。オーフルがアトモの魔法で街を凍らせてる。モーフル、ドラゴンになって炎の息で氷を溶かして。このフリーズ警官を凍らせるとは、まったくけしからん。ミラ、モーフル、一体どうなってるの。ごめんおばさん、庭にスケートリンクを作ってたらモーフルがアトモをさらったの。見つけた。オーフル、どうして街を凍らせたの。アトモはヘトヘトだよ。ごめんアトモ、オーフルスケートしたかった。いい子にするって約束するなら私たちと一緒にやろ。オーフルも一緒に。うん、わーい。さあ行こう。モーフル、ヘリコプターに変身して。
がないや。スケートリンクを作ると言ってたからこれがいるんじゃないかと思ったの。あげるわ。今の私には小さすぎるから。わあ、ありがとう。オーガスティンおばさん、これを履いてる写真を見たよ。私の足にぴったり。はあ、おはよう、モーフル。ああ、まだ具合悪い？モーフル元気だよ。はっはっ、あくにゅ、かわいそうに。まだ風邪みたいだね。風邪の時はいっぱい寝なきゃダメだよ。大丈夫だよ、モーフル。パパと私がお世話するから。おはよう、ミラ。おはよう、エイプリル。遊びに行こう、モーフルも一緒に。すっごく遊びたいんだけど、モーフルが風邪なの。モーフルのお世話しなくちゃ。モーフルも遊ぶ。あくにょ。ダメだ、モーフル。寝ないと良くならないよ。でも。いや、ダメだ。ミラは遊んでおいで。パパがモーフルを見てるよ。ありがとう、パパ。ゆっくり休んでね、モーフル。またね、モーフル。それじゃあ、モーフル。モーフルにはお話を読んであげるよ。モーフル。モーフルもミラと遊びたい。昔ミラー、どこ、ミラー。モーフル、もう元気。あくにょ。私の茎がまた役に立った、うん、あ、ミラーどこなの。2年に一度の水風船と砂のお城大会、始まり始まり。子供チーム対大人チームだ。
まずは砂のお城を作って始め。砂のお城ができたね。それじゃあ水風船を用意して。いいお城ができたね。きっと勝てるぞ。ああ、相手は子供だしな。しい戦いだったよ。この大会、君たちが優勝だ。おめでとう、みんな。正々堂々と勝ったね。このお城でもっと遊ぼうよ。私もトロフィー持ってもいい？見ろ、海賊フィル、宝があるぞ。だから俺たちは海賊だぞ。海賊フィル、海賊の好きなものは何だ？その手、宝だ。でも強そうな砂のお城の中だぞ。ああ、でも俺たちにはこの大砲がある。お城を守ってくれる？私は水風船を探してくる。パパ、もっと水風船ちょうだい。海賊がトロフィーを狙ってるの。水風船はもう残ってないんだ。ならこれに水を入れたらどうだ？うん、これにもね。
ぐ宝を奪えるぞ。何？海賊ビル、大砲を撃つんだ。大丈夫だよ、モーフル。すぐできるようになる。でもこの子にはかなわないだろうね。あ、ボバだよ。新しい魔法のペットだ。ボバはシャボン玉が大好きなんだ。シャボン玉だけに弾けすぎちゃうんだけどね。わあ、ほらね。楽しそう。ボバ、もう下ろしてくれ。出られないよ。モーフル、何か大きなものになって。どうなっとるんだ。ああ、誰か助けてくれ。マーフル、助けろ。うそ、空から車が降ってくる。見つけたぞ、ボバ。いいかい、魔法のシャボン玉をそこら中に飛ばしちゃダメだ。町が大変なことになる。パパ、モーフル、シャボン玉を割ってくれる？おお、うん、ありがとう、モーフル。戻ってこなかったらどうしようかとヒヤヒヤしたよ。よし、ボバ、いくらシャボン玉でもあんまり弾けすぎちゃダメだぞ。
待て。これはどういうことだね。ああ、モーフルとオーフル、鬼ごっこ。言い訳はダメだぞ、モーフル。ああ、モーフル、お掃除する。ありがとう、モーフル。これをあそこに置いてくれるかい？魔法は全部禁止だよ、オーフル。さあ、第1種目は卵運び競争だ。準備はいいかい？イエーイ。位置についてよーい、スタート。オーフル、一番になりたい。あー、オーフルズル。変身しちゃダメだよ、オーフル。ずるいよ。イエーイ、やったー。モーフル、クレーン車になってオーフルを助けて。さあ、続いてはスーナー引きだ。いいかい、魔法はダメだからね。砂を持って引け。オーフル、勝ちたい。オーフル強い。あー、オーフルがまた魔法を使ってる。オーフル、魔法を使ってズルしたからモーフルチームの勝ちだね。わーい。モーフル、ロボットになってオーフルを引き上げて。さあ、最後となる第三種目はホッピングレース。魔法を使ってズルしたら勝てないの。それでは位置についてよーい、スタート。うわ、あ、優勝者はトロイ。Oh.
もう一つだけ特別賞のトロフィーがあるよ。ホッピングレースの間にズルをしなかったで賞に輝いたのはオーフル。ズルしない、大事。こんにちは。今日はモーフルと一緒にいろんな色を使ってみようね。よく使う6色の絵の具を用意したよ。赤、黄色、青、緑、オレンジ、そしてピンク。モーフル、絵の具を塗る筆になって。イエーイ。それじゃあ生き物の絵を描こう。この絵の具を使ってね。赤色の生き物はカニ、それからテントウムシ。次に黄色の生き物はちっちゃなヒヨコ、それから強いヒョウ。わー、青い生き物はクジラ、それに青いチョウチョもいるね。マーブル、チョウチョ好き。オレンジ色、トラの毛並みもオレンジ色だね。最後にピンクはフラミンゴの色、それにサンショウウオもピンクだね。モーフル、お絵かきがすっごく上手だね。アイスクリーム。お菓子をもらいに行かない？行きたいんだけど、ママに行っちゃダメって言われてるんだ。ダメよ。あー、しょうがないね。残念だけど、行こう、モーフル。ごめんね、フィービー。でもあなたは魔女よ。ハロウィーンの夜に魔女がどうなるか知ってるわよね。どんな魔女も悪い魔女になってしまう。わかってる。でもそんなの昔話だよ。バイバイ、お菓子ありがとう。わあ、見て、お菓子がいっぱい。フィービーも来られたらよかったのにね。わあ、今の木、本当にすごい仮装だったね。ね、モーフル。うん、モーフルもっと怖い。うわあ。あれ？仮装？ううん、あれは仮装じゃないよ。お菓子が。何が起こってるのか突き止めに行こう、モーフル。とっても大きな雲になってお菓子を追いかけるよ。夜が来て、私は悪い魔女になったのさ。
いっきり悪いことしてやる。二人を怖がらせろ、キャンディーモンスター。ちっとも怖くないよ、モーフル。怖い大きな骸骨になって。うわー、ブー。それじゃあゾンビになったら怖がるかも。ブー。ああ、体に悪いキャンディーが怖がるもの思いついたよ。モーフル、変身して大きくて怖いブロッコリーに。わそんな、なんてこと。キャンディーモンスターは体にいい野菜が怖いのね。ブかしら。おはよう、フィービー。このお菓子の山をみんなに配るの手伝ってくれる？食べきれないくらいたくさんのお菓子をもらったのね。そんなところ。他の子たちにお菓子を分けてあげるなんてすごくいいことだわ。ありがとう、ミラ。すぐプレゼントを全部届け終わるぞ。おっと、風邪をひいてしまったかな。うわっしゅん。あ？何の音？大変！見て！うわっしゅん。まずい。あ？モーフル、ロケットになって。ありがとう、ミラ、モーフル。サンタ！サンタさん、何があったの？私の魔法は、その…くしゃみをするとおかしくなるんだ。ふわーしゅん！なのに風邪をひいたらしい。残りのプレゼントはあと少しなんだ。手伝ってくれる？もちろん。モーフル、大きなソリになって。ありがとう。さあ行こう。このプレゼントはあの煙突に入れておくれ。このプレゼントはあの煙突だ。うわっしゅん。ありがとう、モーフル。
ちん。これで全部だ。やったー。モーフルとミラ、どうもありがとう。本当に助かったよ。気にしないで。今日はうちで寝ていいよ。早く風邪を治そう。イエーイ。ありがとう、ミラ、モーフル。二人ともとっても優しいね。メリークリスマス、サンタさん。メリークリスマス。二人のプレゼントを忘れてるとは思わなかったかい？ほっほっほ。メリークリスマス。見て、モーフル、恐竜がいっぱいいるよ。な、ミラ、モーフル、すごいだろう。恐竜公園だよ。恐竜公園？そう、博士のタイムマシンを使って恐竜を過去から連れてきたんだ。だってみんな恐竜が大好きだからね。そうだろ、坊や。うん、最高。でも危ないんじゃない？大丈夫、みんな草食だからね。人を食べたりはしないよ。ならよかった。ただこのティラノサウルスは別だよ。これは安全には見えないよ。心配ないさ。この檻は世界一頑丈なんだ。でもこのレバーには気をつけて。これで檻を開けるんだ。見て。まずい、レバーが動かない。みんな逃げろ！檻に戻さなきゃ。モーフルもティラノサウルスになって。過去に返した。ミラ、恐竜が2頭町に逃げ出した。連れ戻してくれ。わしがこの機械で過去に送り返す。わかった。恐竜を捕まえに行こう。モーフル、ヘリコプターになって。やめてくれ。それは木じゃないよ。うん、きっとお腹が空いてるんだよ。おやつを見せて公園に連れて行こう。モーフル、ロボットになって。モーフル、あの木を取って。
ありがとう、ミラ、モーフル。君たちがいなかったら大変なことになってたよ。本当に助かったよ。でも公園はどうしよう。恐竜がいないとつまらない公園に逆戻りだ。それじゃあみんなでピクニックをするのはどうかな。うん、そうか、ピクニックしよう、恐竜と一緒に。すごく楽しいね。そうだ、ブラザータイムにタイムスリップさせてもらって本物の海賊に会いに行こう。アクションマンも海賊に会いたいって。ブラザータイム、海賊がいる時代にタイムスリップさせて。わあ、わあ、見て、海賊のお宝だよ、モーフル。ブルーハット船長、侵入者を発見しました。ああ、イエローベアード、きっと私たちのお宝を盗みに来たんだ。違うよ、閉じ込めろ。怖い海賊行った？うん、行ったと思う。急いで腕を伸ばして、あの鍵を取ってここから出よう。ネズミに変身して、そうすればこの隙間を通れるよ。見てください、あの海賊の子、ドラゴンを連れてる。お宝は渡さないぞ。どっか行け。うわー、助けて。モーフル、助けに行かなくちゃ。はじめましてだよ。私はミラ。私はブルーハット船長。こっちは
一等航海士のイエローベアード、なくし物を届けてるんだ。なくなったお宝を探して持ち主に届けてるんだよ。でも誰のかわからないお宝があって。モーグルのアクションマン、モーグルのお宝。それじゃあ海賊ごっこする人。はい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 、はい、君の歯の状態は完璧だね。必ず1日2回歯磨きしてます。それじゃあ次の魔法のペットのところに行く。おお、そうだね。モーフル、救急車に変身して。魔法のペットの歯医者さんチーム出動。歯の検診をさせてもらえるかな。うん、問題なし。健康な歯だよ。それじゃあ、あとは魔法のペットショップにいる魔法のペットたちだけだよね。うん、それでみんなの検診が終わりだ。さあ行こう、モーフル。いいね、次の子。よし、どれどれ。残念、虫歯がある。大丈夫、ひどくはないよ。これですぐ治せる。待って、どこへ行くんだい。どうしよう、怖がっちゃってる。外で怪我をする前に連れ戻さなくっちゃ。モーフル、お馬さんに変身して。ところまでどうすれば止められる。とっても速く泳げるものにならないとね。しかもボートを止められるくらい強いもの。モーフル、強いワニになって。さあボートを止めて。モーフル、怖がらせてしまってごめんよ。でも虫歯を治すのはすごく大切なんだ。今は痛くないかもしれないけど、虫歯は治さずに放っておくとすっごく痛くなっちゃうんだよ。ありがとう、モーフル。もう話していいよ。モーフル？モーフル、歯痛い。大変だ。見せて。君も虫歯みたいだね、モーフル。でも歯医者さんは怖くないでしょ？ね？平気。私の病院に戻ろう。すっかり治ったよ。それと二人とも頑張って治療を受けたからプレゼントだよ。新しいカメラを使うのが待ちきれないよ。家族みんなで写真を撮って壁に飾ろう。写真を撮るならみんなをきれいにしなくちゃね。モーフル、ゾウさんに変身して。オッケー。それじゃあみんなにシャワーをするよ。なったね。
ありがとう、モーフル。ドッ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 ドどうしよう、歯がグラグラする。カメラだ。おじさん、僕あれ欲しい。何でもあげるよ、ウィンストン。盗みに行こう。さて、ボタンはどこかな。あ、パオン。どうしたの。大変、パパのカメラが盗まれちゃった。これじゃ家族写真を撮れないよ。取り返してくれよ。急いでウォーフル、レーシングカーになって。え？もっと早く。はい、チーズ。モーフル、ロボットに変身して。え？頼んだのと違う。こう言って。ウィンストンは最高。よし、モーフル、地球に変身して。それじゃあパパのカメラを取り戻そう。モーフル、クレーン車に変身して。イエーイ。おい、やった。僕の新しいカメラ、二人とも取り返してくれてありがとう。これで家族写真が撮れるね。でも歯が抜けちゃった。はあ、写真が台無しになっちゃうよ。何言ってるんだ。初めて歯が抜けたんだ。今日は記念日だよ。それにね、またすぐに新しい歯が生えてくるんだよ。本当？みんなで言おう、歯が抜けた。待って、メガネにハエが止まってる。モーフル、ボールに変身して。私もボールに変身できたらいいのにな。いいこと思いついた。キラキラバグは人を魔法のペットにできるんだよ。わあ、私たちをモーフルにできる。競争しよう。一番高く飛んだ人が勝ちだよ。これはまずいね。二人を追いかけよう。
にゃはははは。助けなくっちゃ。今行くからね。うわ、待ってて。急いでモーフル、飛行機に変身して。ねえオーフル、今度はロボットになりたいんだ。ふんがあ、うわ、ごめんね。捕まえる方法を思いついたよ。力を合わせよう。モーフル、檻に変身して。おお、まったくけしからん。決まった。はい、やったね。二人のせいで町が大変なことなってるんだよ。ああ、ごめんね、ミラ、モーフル。モーフルでいるのはおしまいにする。キラキラパグ、元に戻してくれる？そんな、最高に楽しかったのに。ああ、バーキー。楽しかった。でもモーフルでいるのって大変だね。私に戻れてよかった。エイプリルもモーフルもこの世に一人だけ。